はい、砂浜から、投げ釣りをやってみます。この竿は磯竿なんですけど、まあ、2号とちょっと、竿先の柔らかい竿と 3.6m というちょっと短い、取り回しのいい竿で、やってみます。これはカーボンの竿です。で、スピニングリールね、普通のもルアー用でも、何でもいいちっちゃなスプリングリールを使います。で、あとはここに、竿下げのキャップっていうのがついています。でこれは、この竿先っていうのが折れやすいので、それを保護するためにこういうカバーがついています。で、まずは、外していくんですけど、このオレンジの、こういうこの棒がついています。でこの棒の先には、こういう穴が開いているので、一発で、この竿のこのガイドの部分、このガイドの部分に糸を通せるようになっています。こう通してみます。まずこれが、ベールと言われるもので、ベールをまずこういうふうに起こします。でここにストッパーのところに、道糸が引っかかっています。これを引っ掛けておかないと糸がこうバラバラバラっとなってしまうんで、それを防止するためにここに止まっています。まずこの糸を外して、この、糸通しのところに糸を通します。そうすると、ベールを開けたままになっているんで、こういうふうに糸が、出ます。でこのまま、竿先のキャップを外すと、ガイドのところに糸が通ります。でこれで糸通しが、完了です。